ななみゆうまの神プログラム。マスターポンポンポン、あやねまこです。マスターポンポンポン、水野ななみです。はい、マスターポンポンポン、青木ゆうまです。神プログラム第11回スタート。イエーイ。それいつも思うんだけど、そのうちわをこう隠しながらやるんだとしたらキャラ声じゃなきゃ変だし、普通におのおのが名乗るっていうルールはどうしてそうなってきたの？マスター、あ、そんなだけなんかベルスってなんかこれポポポ、あんまさシナリオで見てないからそんな喋り方だったっけっていつもなんだよな。私もいつも迷います。モイラの、改めてモイラどんなだっけ？モイラは違う、絶対違う二人とも忘れてんじゃん、次キャラ絶対。モイラは加工してください。本当に違うんだよ。モイラだって俺獲得していこう、モイラの声聞いてないからさ、イベントシナリオとか出てこないからさ、ほいーっつってる。めちゃくちゃ頭悪いぞモイラ。アロハマー。キャラ決めの時さ一発で決まった？うん、あ、イエーイ。何それ、どういうことどういうことやるじゃんみたいな。俺の知らない常識だけど、何キャラ決め、何なんか初めに、うん、初めてのキャラクターの時って、うん、キャラクターチェックというか、はいはい、聞かせてください、まず役者さんが持ってきたものをっていうので、知るなぁまあ多分モイニャン出てくるんだろうけどさ、ごそいっぱい出てきた劇場版ドラえもんのあのあれでもないこれでもないの時間みたいにいっぱい出てきた猫系のグッズが出ました、出ました、来たなモイニャンな、そういうのな。とそれでやって、それがもう合致してたら、なんかそのディレクターとのチューニングというか、もうちょっと元気とか、もうちょっとおとなしくとか、そうそうそう、はい、もうちょっとお姉さんでとか、あ、年齢感とかそういうこと、うん、そう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 、そう、一発で決まると嬉しいよね。うん、でも一発で決まっちゃったからこそ、その収録から間が空けば空くほどどうやってたんだか分かんなくなるんじゃないで、一発の方が分かるかも、自分の中でも合致してる。そういうことか、から、うん、なんか結構直しが入ったら、なんかもう迷子よってこう収録前に過去放送がいっぱい調整してたどり着いた位置に、うん、数ヶ月ぶりに撮るときにたどり着けるルートがねえんだ。そうそうそう、だから過去放送くださいって、はいはいはい、あ、なるほどね、こんなだったって確認しながらやる。や、意外と面白い話聞けんだよな、この辺の声優の話な。番組的には、前回レイド無双が行われましてですね、はい、やめてあげてやめてあげて、急に ASMR ですね、やめてラジオで、はい、参加されましたか皆さんは。はい、やりましたね我々もね、うん、もちろんやりましたけれども、どうですか前回と比べて。なんか備えか、なんか難しかった、全然倒せなかった。なんでか分かる自分で、なんでか分かんない、こんなに頑張ったのになんでテクロス側は私の頑張りを認めてくれないんだろうだ、ね、褒めて伸ばしてほしいのに。救援したけど、はいはいはい、なんかね、あれって右上に数字出るのは今3人が一緒に戦ってくれてるよみたいなやつが、あ、そうそう、20分の何とか出てるのか、ね、そう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 、なんか 3,4 人しか私を助けてくれなかった。あら、うん、もっとこい、まあ、やってる側の人間ももうすでに 3,4 人入ってたら追加で入ってこない、どうせすぐ終わるっていう見え方、ね、全然終わらないよ多分だからその自発したその主、うん、あやねさんが結構削らんと周りもめんどくさがってあんまり、そうで結構削ると時間かかるから、うん、その間にやっぱりうなぎを逃すわけにも、うなぎを逃すわけにも、うなぎってのはメールのあれだっけ、どっちだっけうなぎがあの獲得景品になるっていう話は一回も公式に出てないです。でも、まさきを含め全ての人が、はい、あやねさんにうなぎを食べさせてあげるんだってツイートしてくれてて、ああ、なんかもう可愛くって、ユニオンメンバーがみんな一様にあやねさんにうなぎをってグッドバーとかもキリンくんとかも、うん、だからあって、もうお前たちったら可愛いやつだなって、うん、これはもううなぎにせざるを得ないんじゃないかと、みんなうなぎをモチベーションに頑張ってるんだな。指針をくんな、ね、リポートだから目が合うわけでもない、うん、水野さんの方はどうでしたか無双は。あ、はい、確か多分8体倒せました、結構救援いつも 5,6 人来てくださって、あのテンポよくテンポよく、はい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 、はい、結構だから水野さんのところはその自分のそのランクとかも育ってるから、ランクの高いメンバーがフレンドに入ってんだと思う。ランク148だよ、すげーんだよな、もうやば、48だと何ができるのかもわかんないよ。あと2個進めばまた新しい敵が倒せます。150までいくとすごいだろうね、yeah. 何それ150までいくとすごいだろうねっていう空っぽの会話トッププレイヤーですよ、トッププレイヤー集団の仲間入りで、すげー、ね、まあ、ということであの次回以降ですね、あのレイド無双がまた第3回が行われる際に結果発表なんかも合わせて行いますのでですね、はい、ご期待くださいということで、はい、それでは今回も始めていきましょう、神プロクラブスタートでーす。この番組はDMM ゲームズテクロスの提供でお送りします。
ナナミユーマの神プログラム。改めまして、あやねまこです。水野ななみです。青木ゆうまです。まずはこちらのコーナーをお届けします。神コードチェックやっていきますよ。こちらは神姫プロジェクト公式ディスコードサーバーディアボロスの屋敷で、マスターたちがどんな話題で盛り上がっているかをチェックするコーナーとなっております。はい、はい、今回は運営との交流広場のチャンネルに新しく投稿されたお題、神姫グッズについて語ろうの書き込みをチェックしていきます。いろいろありますからね、長い歴史の中でね。はい、ということで皆さんたくさんのね、グッズ希望など書いてくださっておりますが、まずサウンドトラックをグッズ扱いするのでしたら、当然サントラですね。今までのは全部買ってますよということで。サントラね、やっぱ神プロは音楽にめちゃめちゃ力を入れてるよね。京都ロケでね、テクロスの本社ロケの時にサウンドチームの皆様が、チームの皆さんが自分でギターとかベースとか弾いて、すごい、あの場はすごかった。あのロケ回多分 YouTube に残ってるんで見てもらいたいですけど、防音室がその会社の中にあって、そこでその要はトランペットとか生音のでっかいが聞こえたりとかしてるみたいな、ね、あれって音楽家さん、音楽家さんそうですね、音楽家さんです。僕もまたあれなんかプッパパラパパって吹いて、あれを録音したものをゲームに載せるんですか。そうそう、生音で、まあ、珍しいと思う。生音なんだ。正直ゲームの音楽とか、ああいうふうにその社内で音楽作るときって、まあ、打ち込みでトランペットとかラッパの音なんかは結構最近は再現度も高いので、ほとんど打ち込みが多い中で、生で缶吹いてるところなんてすごいですよね。ほぼないと思います。あんなの緊張しないのかな。そこの時やばい、あでも自社でやってるからこそ緊張感は少ないと思う。自社の中のエンジニアがいて自社のプレイヤーがやってるから、まあ何回でも取れるしっていう感じでできるんじゃないのかな。そうプロですからね。そうそういうことだよね。あなたそんないちいち緊張しないでしょ。今日もラジオだ。いや、してるよ。してるよ、ね、なめんなよ。すんなよ。なめんなよ。何年やってんだよこれ。はい、そんな感じです。サントラのご要望が多いのと、はいはいはい、あと、あ、自分は財布を購入し、その時にソルの財布カバーを合わせて購入しました。しかし後にアスクレピオスの財布カバーが発売されるとそちらに交換、今なおゲームセンター用の財布としてずっと扱っていますということで大切にしてくださっているそうです。ゲーセン用のお財布があるんだ、かわいいね。財布があるんだ、ね、すげえ不思議なもん作ったな。あるよね、まあ、でもね、イベントとかでも使えるし。そう、うんうんうん、結構エロゲって財布あるからよ。え、そうなの。ありますよ。なに、え、かみちゃんの普通にイラストが書いてあるって。そう、長財布で書いてるよね、うんうん、確かにフェイクレザーで印刷範囲も広いし作りやすい。要はたまにあるもんな、クレーンゲームの景品とかで印刷されてるグッズ系の財布とかあるもん、うん、あ、そういう感じのやつ、うんうんうん、それよりももっとしっかりしてるかもしれない。はいはいはい、うん、へえ、面白い、うん、財布すげーな。他にも、ベリトちゃんエンドロイドなら10万円までなら即振り込みます。あ、言ったな。フリーちゃんのフリーちゃんの抱き枕カバーダイソーであの大事なカメレンド買って。確かにああいうあの二等身系のフィギュアとか可愛いもんな。あと水着シャマシおっぱいマウスパッドが欲しい、設定資料集ください。3面続き、あ、いいですね、設定資料集。あとスリーブがあると便利ですけど、ね、最近はねカードゲームとかね、ね、カードスリーブね、スリーブ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 、合ってる？あ、何が何が合ってるか間違ってるのかもわかんねえぐらい何も言ってなかったっすよ、ね、スリーブって何？なんかカードを保護するためにシャンってやる。シャンシャンいいよ、オノマトペに対する疑問は今。なんかカードを入れる袋、袋、ピタピタした。カード入れる袋か、うん、マジで何の馴染みもないカードスリーブって言葉自体。いや全然わかんない、ノースリーブぐらい。ノースリーブなんか昨今の世の中で言うこっちゃないけどババアじゃんカードスリーブの話してる最中にノースリーブおばあさんと会話してんの。あとでヤフーで調べといてね。オケルズ、はい、そんなこんにちは、喋れなくなっちゃった。何かお二人はこんな神姫グッズとかお気に入り、おし姫のグッズ欲しいなっていうのはありますか。そう、なんかさっき言った財布みたいに、その美少女ゲーム業界では一般的にどういうグッズが多いのかなと。抱き枕、抱き枕、抱き枕、ね、T シャツは、 T シャツもあるよね。テレホンカード、テレホンカード、テレホンカードだタペストリー。よくタペストリーあるね、店舗特典でよくついてたテレホンカード、はい、今ないのあれって。いや、だってあるとこある。あんまその
テレホンカード使わねえじゃんだって、うん、まあ、そうですよね、公衆電話がそもそももうね、クオカードとかの方がいいよね、うんうん、そうだね、それはクオカード欲しいだけじゃん今あったな、テレカソフマップ特典とかであったな、うんうん、昔あった気がするまだ、うんうんうん、あと最近のオタク的にはやっぱ主流はアクリルスタンドじゃないですか、はいはいはい、キャラバンアクスタと、あと缶バッジで板場作って、缶バッジね、缶バッジは確かにあるね、あスマホステッカー、スマホの裏に挟んで、あ、なるほどね、あはいはいはい、はいはい、一瞬だけあのスイカとかに貼る IC ステッカー流行ったよ、あったなんかね、そう流行った後一緒反応しにくいし、あの、うん、スイカごと入れることがあるから、うん、ダメなんだ、そうそう、私も自分で作って自分で貼ったけど反応しねえってなって、あーごめんって、全く JR が推奨しないという、悲しい、なくなっていったな、ともうみんな徐々にスイカもなくなってスマホに統合されていった、地元スイカだよ、バチバチのカードだよそう長らく見てないよあの現物のスイカカードです、あのこっちに入れるのがわからない、はい、うん、そんな感じで夢は広がリングということでまとめインターネットだな、夢は広がリングのところ、ね、これからもたくさんのグッズ期待してますよということで、はい、はいはい、ということで今回は神姫グッズについて語ろうというお題で書き込みをチェックしましたよ、うん、今後も、新しいお題が追加されていきますのでぜひコメントしてください、以上神コードチェックでした。マコ、ナナミ、ユーマのアミプロクラブ、ここからはこちらのコーナーをお届けします、はい、今週の神姫ガチャ、はい、お二人に10連を引いてもらうコーナーでございます。まずは水野さんからお願いいたします。はい、何というわけで先週に引き続き、コラボ中のアンビシャスミッションのキャラクターを、そうだ、レイド無双がねこれのボス戦でしたからね、そう、はい、なんとね、はい、家でね、あのかぐやちゃん、ピンクの方のかぐやちゃん引いちゃったんです、うん、すげえなぜ番組でしたの、まあ、今ね無料10連もやってるしね、はい、今ね、はい、ということでちょっとにじむちゃん狙いで、はいはいはい、いったれ、ではではこちらの10円をコインで引いていきましょう、いい、ね、お願いいたします。そのコラボ元にも、コラボ元にも喜んでいただきたい、のん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 お、虹色のん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 だ、またのオロチですね、チンクエリア、チンクエリア出たよ、なんで嬉しいと思ったの、チンクエリア3本もあるよ上手で待ったよどうしたどうした、そのナナミル、ナナミル下ネタ好きでしょっつって喜ばそうとしてるじゃんあれあれあんなに下ネタ好きだったじゃんみたいな感じですごくシンプルだ、シンプルでございましたね。じゃあちょっと今日の無料ガチャ引いちゃおっかな、確かに、そう、今ね無料10連来てますからね、はい、みんなも引こうね、本日の無料10連いってみましょう、あとあれじゃない、あの今コインで10連引いた方はさ、チケット10枚もらえてんじゃない、あ、本当ですか、あのほらモイラそれで出したじゃん、はい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 、はい、あの奇跡起きてるからそれも引いとこう、それも引きましょう、引きましょう、ね、太陽球アポロみたいなやつ来ましたね、アラクネも怪しいと思ってますよ、なんでアラクネ自転車みたいなやつがね、ソフトオンデマンだからわかんない、わかんない、わかんなくて大丈夫です、どこだこれ、ね、誰にもわからない、一回あれじゃね、チケットもらってきた方がいいじゃないですか、チケットもらってきた方がいい、プレゼントボックスでもらって背中ば一括受け取る、多分あれじゃないから期限ありの方じゃないかな、はい、もらってもろって、はい、そうそうそう、これでまたガチャ、はい、その他のガチャからいける、そうそう、ピックアップチケットガチャ、前はねこれでねモイラを引くという奇跡が、ね、そう、そんなわけないからね基本的にはね、基本的にはそんなわけないんです、その青いやつが出るのが基本なんでね、青いやつで素材系が、ああまあまあまあこういうもの、こういうものということでございます、あでも3000、ほんとだ、やった、すごっ、3000石出てんじゃん、5とかじゃない、もう引こうぜじゃあ石でせっかくだから、せっかくだから、上上上上、ガチャガチャもう一回やればいいの、プレゼントもろた、プレゼントもろった、あプレゼントもろってない、そうそうそう、3000石もろって、やった3000石だ、すごいね、確かによく見たらその待機画面にいるんだね、いましたね、コラボキャラかな、じゃあ石で20万頼むぜ、俺の20万どこ行くどこ行く、カモンカモンカモン、まあ、石もいっぱい持ってるな、石だ、まあでも今もらったね、3人全部ね、あーまあ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 、しょうが、わー、ビリビリも青でしたね、なん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 、早い早い、すげえ怖い名前のやつもあったな、あ、出たよ、チュリー
あんたの好きな下ネタだよ絶対育て方間違ってる。うえい、はい、残念。ベーシックベーシック別の言い方だはい、ということでございまして、水野さんお疲れ様でございました。おかえり。じゃあ続きまして、あやねさんご準備お願いいたします。さあ、あやねさんでございますけれども、何聞いてくれる？うちも、あ、同じく、あ、そう、コラボガチャでございますね。両方ともいないから、うん、いないからどっちか出しましょう、出しましょう。どっちも欲しい、うん、でも2個出る可能性はあるんですよね。なくはないけど、ね、この1年半で何を学んできたんだ出ないだろ2個なんて。運がいいかなと思ってどうして運がいいと思ったの？言ったね。ああ確かね、前回だか前々回だかにね、SSR2 つ出てますからね、あやねさん。あ、出た、オペラ、オペラ王声だ。ルッツエルン、ルッツエルン、シンクアリオコンポズットボー、オペラ王声オーケストラだ。ちょっとエッチーライブ。そうだった何がエロかったんだ。あ、ミキティみたいに言った。マンイーター、マンイーターだ、エッチかなー。さあ、SR 神姫毛やった。おめでとうございます。おめでとうございます。もう一回やる。あ、もう一回やる。あ、ただ石でやる。うん、欲しい。あ、欲しいね。無料10連もあんだけどね。あ、うわ、来た、よし、よし、やった。なんとなく言ってみるべきだね。よし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 、皆様にね、コラボキャラクターをゲットするところをお見せできますよ。え、だって、だって今コラボガチャ中でしょ。コラボガチャ中ですよ、うん、ってことはピックアップですよ、もちろん。せやったらもうそんなもん、アンビシャスミッションのキャラクターがピックアップされているガチャを今引いています。皆さん、ってことはだってご覧ください。ってことか、この後出ますよ。なになに、おわけだ、目的が達成されるなんて珍しい。本郷にじむゲットでございます。すげえ、珍しい。黄色見てるか、狙ったもんが出んの珍しい。うわー、すごい。よしよし、じゃあまあ、気持ちよくここで終わっとくか。どうする、うん、無料10、本日の無料10連も一応引いとくか。やっとこ、やっとこ。一回ガチャに戻って今だと腰やっちゃったな、間違ったな。違う違う、それじゃない、全然それじゃない、全然それじゃない。ピックアップの上から、そう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 、一応な、これ出なくても別にいいから。これ押していい？10回引こう、引こう、押して、そうそう、もういられた、もういられた、もうもう、あ、まあまあ、よし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 、気持ちいい気持ちいい、もうただのウィニングランだからこんなの。はいはい、よし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 、うわ、え、うわー、何が起きたSSR 向きだ、持ってた、なんか、えSSR 向きいたなただなんとなく神目が解放されるわけでもない。あれ、これあれかな、新入館かな、新入館か、うん、何が起こったの。すげえな、豪運ではあるぞ。あ、新入館ゲット、新入館だ。なんか今日の風向きは完全にあやねさんにあったんだな。ということでございまして、あんみつコラボキャラ、そしてですね、無料10連で SSR 向きゲット。どうした、大丈夫です。何すごいでしょう、なんかなんかオリジナリティのあること言えよすごいでしょうじゃなくて、さすがだ、ありがとう。ということでございまして、見事にコラボキャラもゲットしてですね引き続きですね、強化を頑張っていきましょう。以上、今週の神メガチャでした。マコ、ナナミ、ユーマの神プロクラブ。さあ、ここからは番組に届いたふつおたを紹介していきますよ。あやねさんが持ってんのかな。せや、はい、お願いします。ペンネーム、ガラスのラシャル。お、ガラスのラシャル、ガラス青木さん、あやねさん、水野さん、ポンポンポン、ポンポンポン、英語で書いてる。あ、そうなんだ。カインプロクラブになってから早3ヶ月近く経過しましたが、アルファベットだった、うん、いかがお過ごしでしょうか。いかがお過ごしかどうかで言うと、まあ、うん、頑張ってる頑張ってる、まあ、でもなんか健康ですよね、最近我々。まあ誰も壊れてない ね、 なんかお笑いしてからね、うんうん、そうかもしれない。お三方の最近の神姫やウェポンの育成状況や編成などをお聞かせいただければ幸いです、うん、いける笑っちゃった、うん、私は
新しく追加された新竜眼15個と交換できる六翼天シリーズを全属性集めています。全然我々がいるフィールドと違うわ。ガラスのラシャルは全属性1個ずつ揃えるだけでも、うん、新竜眼が15個かける6属性、うん、イコール90個必要。さすがだな。いや小学生です。さすが大卒。小学生卒業すればできます。さすがだね。六翼天シリーズは一つのウェポンに6個もスキルがあるので非常に優秀です。まあだろうね。過去通常のウェポンはスキル 2,3 個、うんうん、ガチャさんの優秀なウェポンでも4個なので、もし新竜眼に余裕があるようでしたらかなりおすすめのウェポンです。新竜眼に余裕があることなんてねえんだよ基本的に。うちらほらあれでしょ、うん、テクロさんのお金でさ、うん、やってっから。そうだから、他の人よりかはガチャで SSR が被って新竜眼は出やすいとは思う、うんうん、うち90個あるかな。え、今すでに90個溜まってるかもしれないってこと。どんだけ使わなさすぎて90個あるわけないね。まあそうだね。普通に、SSR 神姫の覚醒とかにも使うし、うんうん、あそうだね、基本的には溜まんないね、うんうん、今も1個もらったもんね。あそうか確かに。六翼天武器を狙うじゃない気がすんだよな。エネさんは絶対に、まあ、楽だけどな、何にも考えずにそれ集めていけばある程度強くなれる。はい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 。ね、なんか新竜眼のほらできるものがあるんじゃないかって、まあ、普通になんだ、あの SA 例もらう途中とかでもガンガン使うし、あそう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 、レアなの。か確かに俺も初戦は初めて1年の初心者だから、新竜眼の使い道として何を優先すべきは俺も分からん。自分が何が欲しいかによるのか。そう、まあ英霊な気がするけど、一番最初に解放すべきは今出てる英霊欲しいんだ、うんうんうん、ナポレオン、あナポレオンと、あと最近出たやつなんだっけ、なんだっけ、クレオパトラ。そう、そう、あそれだ、そう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 、偉いな。涙が出てくるよ。ちゃんと神姫に詳しくて嬉しい。クレオパトラが出ないとダメよね。いやでも公式番組として各あるべきだよ、ちゃんと最近実装されたのが何々でみたいなやつね。そう、そう、うん、欲しいの。まあありがたいけど、その六翼天武器とかに僕らはチャレンジする状態にはないです。ありがとう、でも教えてくれて。パンパンパン、ありがとうございます。まあ引き続き我々もね、神姫頑張って やっておりますのでですね、まああなたの状況だったりとか、我々が今の状況でチャレンジすべきこととか送ってもらえると幸いでございます。はい、ということで引き続きマスターたちからの普通歌をお待ちしておりますよ。ゲームのことはもちろん、それ以外の話題でも OK です。マコ、ナナミ、ユーマの神プロクラブ、続いてはこちらのコーナーをお届けします。クレッジャッジメントジェラ。こいつビルヌスじゃないかすんだよ。クレッジェラ。くらえね、カラスが鳴いた。マスターたちの悩みをベルネスが容赦なくさばいていくコーナーです。うただずっとベルネスのまま喋ることできないので、最初は3人で解決策を考えて、最後にベルネスの一言でさばきます。こわあやねでいいんだよ台本上。ちょっと無理したな。うんうんうん、まあやっていきましょう。悩み相談のコーナーですね。はい、じゃあまずライコリーさんからいただきました。ライコリー、はい、モイニャンが読みます。はい、あやねさん、水野さん、おうちさん、ポンポンポン、ポンポン。私の悩みですが、推している人にリプを送れないということです。はあ、他の人と比べてしまい、薄っぺらい言葉だなと思ってしまったり、この言葉を送って相手は嬉しいのかと思ってしまいます。うん、推しの人はリプを送ってと公言しているので送りたいのですが、変に考えすぎてしまい送れませんピー。どうかこの悩みさばいてくださいもー。はいはいはい、ということで、なるほどね、推しにリプライが送れないという悩みでございます。送れや、送った方がいい、うん、俺に言わないで。送った方がいい。しかも送ってって公言してるから、そうそうそう、なんかそうやってちゃんと気使ってるあたり、絶対変なことは君は送らない、うん、あ確かに、うんうん、本当に何にも考えずに送ってしまう、うん、本当にそのなんというかノーガードのやつよりかは君の方が偉いよ。そう、一回立ち止まるということができるのは。だってね、何回かメール送ってくれてるでしょこの子、ね、だっていつも別にちゃんとしたメールだし、うん、やっぱ毎回そう認知もやっぱされたいじゃんこっちは好きな人に、うんうん、はいはいはい、やっぱ毎回こっちはって言ったファン心だ。こっちの立場で言ってんだ、うん、そう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 、なんかファンとしての私ね、ファンとしての私、うん、そう、なんかちゃんと送って、うん、方がいい。
送ってほうがいい。あと特に声優はなんか身近なご飯の写真とか猫の写真には結構反応がすごい来るけど、うん、いざ大切な作品の告知とかをするとなんかシュンってみんな黙っちゃうから、そこに対してあ出演おめでとうございますとかお知らせありがとうございますとかこの子可愛いですねとか予約検討します体験版やってみますみたいなのをねくれると嬉しい、ね、励みになる、ね、そう、はい、うん、そこでやはり私のキリンくんですよ。あーなんかこんなに模範客の名前をはっきり出すかね。え、どんなところが模範？もうねちゃんと全部のやつに反応あ、並列にその日常にも仕事にも今言った通りのことをやっぱ嬉しいよねって思うし、ね、やっぱ当たり前で覚えるし、その安心感だよね。そうだね。ツイートする方もこんなツイート誰が見てんだろうみたいなことはたまにあるから。そう、あと考えることができる何さんでしたっけ？考えることができる？ライコリさん。ライコリさん。こうやってこう自分のそのリプライをしていいものやらとちゃんと立ち止まることができる子はこういう精神論だと、とはいえって思っちゃうかもしれないんで、一つアドバイスをしますと、うん、SNS 特に X にはですねアカウント強度というものがございまして、ほいほい、あの人からいっぱいインプレッションが見られているとか、リプライがいくつ来ているとか、ポストがいくつ来ているによっておすすめに表示される度が上がるんですね。 あなたの応援してる声優をおすすめに表示させるためには、リプライを送るそのポストの強度を高めることが大事なんですよ。あとバンされにくくなる。そうなの。なんか特にあの画像付きでもいいけど普通の文章に対して文章をリプライされてる率が多いとバンされにくくなる。そう、これによってあのスパムアカウントじゃないという判断がよりそのアルゴリズム上強まるので、あなたのその一つの頑張ってくださいとかいつもありがとうございますみたいなリプライがアカウントの強度を高めることにつながるんです。めっちゃ大事じゃん。安心してリプライしてください。だって実際さ反応あったらさ、うん、あのやっぱちょっとあれだけどさメーカーさんからそう見てくれてるわけだから、やっぱこういうのって今の時代大事だと思うから、ね、まあ、こいつ告知してもなんか大して拡散力ねえんだなみたいな。まあ、その3人の大人からちゃんとした大人の意見出たところでベレルスから一言もらいたいんだけど大丈夫かな。はい、ベラ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  SNS にはちゃんこれなってましたっけ。知らねえ知らねえよ。SNS にはちゃんと反応してあげるとみんなハッピーになる。ありがとうございます。ハッピーハッピーハッピーでございます。そんなね精神論以外のところでもあなたのリプライが役に立つことがございますので、ぜひぜひリプライしてあげましょうね。いいこと聞けた、はい、もう一枚ぐらいいくかい、はい、じゃあ続きまして、あ、お肉ちゃんいつもツイッターで見かけるぞ。お肉ちゃんえ、お肉ちゃんから来たの？お肉ちゃんからついにあのお肉ちゃんから来たよ。ついに魔法自身お肉ちゃんからやっほー、先日届いたベリヌスちゃんのアクリルスタンドを家族に見られてしまいました。おいおい、そういった際の良いごまかし方を教えてください。ごまかすな。いやいや、でもそのいやお肉ちゃんの気持ちになってあげてよ、うんうん、そっか、何そんなエッチな、え、そんなエッチじゃないの？確かに、うん、エッチなアクリルスタンドなのベレムス。いや違うと思う、うんうんうん、普通にその、キャラ絵というか多分そうだ、ないかな、うんうん、あんまないよな寝室アクリルスタンド。どんでもじゃあ隠した方がいいかもね。てかこの世にあんのかスケベアクリルスタンド。スケベアクスタある？わかんない、私は見たことないな。知恵でやっぱり武器でこうしてるみたいな感じの。てかさ意外とささっきさあの、神行動チェックでもさ、うん、あのグッズの話したけどさ、うん、スケベゲームなのにスケベなグッズあんまないよな。そうですね、男の子は恥ずかしがり屋さんだから人前で言ってないだけで本当は欲しいと思ってると思ってる。そうでもあんまないよな、あのひっくり返すと服が脱げるボールペンみたいな。それ調子、ハワイのお土産みたいなやつ。昔あったよね。それ調子。あの普通の角度で置いとくとあの服着てるんだけど、ひっくり返すとスーってなんか服が脱げていく。それめっちゃいいかもしれない。あれ作りましょうよ紙風呂で。それめっちゃ良くない？寝室ボールペン。そう、ベレルスとモイラで、めっちゃ面白い。それよりあのごまかし方を考えて、あ、ごまかし方を考えて。だからアクリルスタンドもひっくり返すとスーって吹くやつであれば。スーってなるまで時間かかる。ゆっくりお母さんの前でベレルスが服を着ていくっていう。脱がして遊んでると思われちゃうからな。そうだ、ダメだ。そうね、だからどうするかだよね。ちょっと気まずい空気が流れたんじゃないですか。あら、あんたそんな可愛い子ちゃんのアクスタなんて好き、もうオタク隠しをしてるのかな。なのかな、ね、お肉ちゃんはまさかお肉以外のことを好きなんてってお肉ちゃん、ね、その、なってるのかもしんない。あら難しいな、隠さなくてもいいからな、うん、はいはい、ベリヌスお願いします。アクスタをこう
ペルヌさんスケベ顔してるけど大丈夫今。あ、間違えちゃった。アクスタをこう倒す。うんうん、こうなんかなんかその心はが欲しいけど、これだこうしたら見えねえで、うん、もうそれ以上や何も言わせない。だ隠さなくてもよくないかっていうのね、うん、だ愛してあげてよベルヌス。そっちで背中押してあげるのもありだと思います。そうか、うん、早い早いテンポ早いな。隠さなくていい。そう言われるがままだ。このコーナーにおけるアシスタントの俺の言われるがままだ。のそうね、お二人はなかったですか、例えば、うん、お部屋にその実家時代にあったもので、うん、親には見られたくないものみたいな、アンソロジー本、いやめっちゃ同じこと言うな、同人誌、自分で書いた BL 小説、自分で書いたやつがあるわ。やっぱあれ、あの忍びのさ、うん、一回出てくんな忍びが。忍びのやつは確かに薄い本は、うん、綺麗に隠してたね、うん、こうでもうちのおかんはすごく探すタイプの子だったから、そううまいんだね、なんだろ探すタイプのおかんって嫌なタイプだった。そうだからちょっと大体見つけられてたけど、うんうん、ごまかしようがないけど、そのお肉ちゃんのお母さんがどんな人か分かんないけど、そもそも紙プログッズを飾るコーナーを四角に作るとか、うん、その押し入れの中であったりとか、あとお母さんがご飯よって入ってくる、うん、こっち側のこのバキバキバキってすごい勢いだって。俺でも四角になんかやってたよ、その、うん、スケベ系のものは四角に、ここガチャって開けた時にその正面は見えるけども、わざわざこの扉の裏側まで見ないわけ。そうなった時にその逆側 こっち側の面に入ってきたら終わりね、入ってこさせなきゃいけないんだよ、その意外。じゃあもう開けさすなって。四角にそのコーナーを作るのはありだと思う、うん、四角でいいものしかその部屋にをその部屋 そのガチャって開けた、うんうん、正面には置かなくてっていう、ね、もうどこが盲点かな、天井天井、ね、天井ベルヌス意外と盲点かもしれない。はって上見ないもんなお母さんな、きっとな。それかもうそもそもやっぱお母さんは入れない部屋に。でもあんなに可愛かったお肉ちゃんが反抗期よってなるかもしんないよ。うっせえお肉持ってこいって。あんまいねえ。飯持ってこいならあるけど、お肉に指定することはあんまねえ。ほう、うんうん、なんか、はいはいはい、何回も答えんなこいつ。お母さんを入れない。お肉持ってこい。お肉持ってこい。そうだね、じゃあ、お母さんとの関係はちょっと維持できないかもしれないけど、うん、一回ちょっとなんというか拒否してみよう。そこは隠さなくていい。文面上ごめん、お母さんなんだっけ。え、家族、家族、あ家族だ。じゃあ妹だったらちょっと話変わってきません。全然嫁とか息子の可能性もあるぜ。なるほど、息子は家族、息子娘系は、うん、確かに、あなんだこの可愛い子ちゃんはって、うん、なんだこれは画像検索、あすごい、あっってなる。だダメだ、そういう話が変わってくるじゃん。だったら、うん、家族が誰かによるな。何回もやんな。一問一答だと思ってたこのコーナー。お願いしますベレンヌ先生。飾るな。飾るな。もしもしこの家族が娘や息子ならば飾るな。飾るな。今までと意見全然違うぞ。全然教育に悪い。そう、息子娘だったらダメ。うん、お父さんだったら飾れ。飾れ。え、その妹、さっき言ってた妹とかは飾るな。飾るな、難しいな。下が一緒に住んでるんだったら飾るな。そう、18歳以下はダメです。ダメです、そういうことです、はい、ね、節度を守って紙プログッズと付き合っていってくださいね。はい、ということでおしまいです。台本の最後読んで。このコーナーではベルヌスに解決してほしいお悩みをお待ちしています、うん、以上、クレジャッジメントゼロでした。お送りしてきましたマコナナミユーマの神プロクラブ、エンディングのお時間となりました。丁寧に読んでくれるな、はい、番組ではマスターたちからの投稿をお待ちしているもい、うん、配信ページの概要欄にメールフォームがありますので、そちらからどしどしお送りくださいもい。誰が喋ってんだ今。今あのもう命を吸い取られている、あ一つの存在になろうとしている今、操られてる、うちもやる、そして現在対ユニオン対抗お知らせ中ですよ。そして対現在話しかけたの俺だけど、メール選議協議会で開催中もい、うん、メールが紹介されると所属している架空のユニオンチームにポイントが入りますので、ぜひたくさんたくさん送ってくださいも。よろしく
くお願いいたします。そしてこの番組の X のハッシュタグは神プロクラブです、はい、ぜひこのハッシュタグをつけて番組の感想をポストしてください。いっぱいポストしよう、そして今日もですね、毎回メールを紹介したマスターの中から、まだユニオンに所属していなくてユニオンに所属したいというマスターをスカウトしていきますよ、うん、今日は誰だね。うち行くよ。はいはいはい。ガラスのラシャル。ガラスのラシャル。やったぜ。ガラスのラシャルはどんな人？所属しておらず所属したい人です。はいはいはい。先にユニオン入りした方々に比べて、うん、没個性なのでそうか、はい、ユニオンへの参加は希望していませんでした。おうおうおう。ですがユニオン対抗レイド無双バトルのためにそうそうそうお三方のユニオンに参加したいです。ありがとう。私の神プロ歴は約7年。うすげえ。やば。ランク250。どこが没個性だ。各種個人戦績は3桁に入るかどうかの程度です。はいはいはい。討伐数上位3位に入るほどの実力はございませんがみんな所属ユニオンの勝利にある程度貢献できると思います。1回目の討伐数がいくつだったか覚えていません。2回目は20体と素晴らしいですね。すごいね。あ、見て、夜更かしーずかしこしこブルブルズへの所属を希望します。あれ希望してる。なんだこいつは。あ、切れた。夜更かしーずかしこしこブルブルズに入れたんだよ。よし待ってるよラシャル。3個しかないんだよ。よし待ってるよ。優先するなら最大勢力であるさすがみブルライズパステル猫ちゃんへ参加するのが一番です。人数多いからね。ですが勝負ごとは勝敗の天秤が最後まで揺れ動いている方が盛り上がりますから。いいな、かっこいいな。誘い神ブルーアイズパステル猫ちゃんに参加した場合はユニオンの勝利のため愛しの奥さんのために力を尽くしましょう。全部ちょっとずつずれてる。全部愛しのベレムズ。全部がちょっとずつずれてるラシャル。ちょっとずつずれ。とりあえずラシャル取り合うか。えい、じゃあじゃんけんしましょう。みぞさんお願いします。はい、ラッシャルに捧げるしっこめるじゃんけんじゃんけんファイ。まずは青木みずのの勝利なので1対1です。じゃあこれ、はい、皆さん温度お願いします。タイマンラジャルにさすげるしっこぶるじゃんけんじゃんけんドバイ。あ、1個だ。あー、1個でだい分かった。でかい。お望み通りガラスのラシャルがですね、いいよいいよ、そのストイックメールも今後とも送ってくれても構わないし。え、相当でかいよ。だって20体倒してるね。ありがとうございます。じゃあ我がシコシコブルブルズにようこそ。ちょっとでかい。さあそしてまだ今週あと2人いるからボンボンやろ、ボンボン。はいはいはい。続いてお肉ちゃん。お肉ちゃん、自分はランクは低いですが光パワーある程度自信があるので いいね、お願いします。じゃあお肉ちゃん取り合おうぜ。よしちゃん、お肉お肉、はい、よし。お肉に捧げるしっこぶるじゃんけんじゃんけんぽい。お、あー、イコールぽい。うわー、よ、あー、イコールぽい。あー、光った。お、よかったね、ベレヌス大好きなお肉ちゃん入って。なんで急にしっとりとしなだれてきたんだよ、こっち。よかったね、今、うん、なんかパーとチョキだ、グー出した方がいいのかなって思ったんだけど、でも他のみんながそう思ってたらパー出したら勝つなって。そうそうそう、3人でアイコ続いたから全然違うのを出し続けてたらなったんだけど。でも なんかちょっと今なんかごめんの意味だった。俺ももう一回アイコにならねえかなって出したら普通に勝ったなとは思った。はい、なお肉ちゃんが誘い神ブルーアイズパステルのこちらに、おめでとうございます。ラスト。そしてライコリーさん。ライコリー、ライコリー。お米と肉汁を育てる農家をやっております。めっちゃいい。好きなものはアニラジとエロゲです。青木さんの出ているラジオや動画を拝見しています。ありがとう。水野さん、あやねさんがご出演されている作品も何本かプレイしました。ありがとう。アミプロは温泉の頃3人のパーソナリティを務めるようになってから視聴してきました。ゲームはゆっくりとプレイするスタイルで、いいよいいよ、何の知識も全然です。ガチャ運はアリサで数万溶かしたりしかし結局出ていません。おまけでもらえるピックアップチケットで 7.5 周年の奥やイブを引いたり波が激しい。いい、そのレイド無双頑張らなくてもメールのコーナー頑張ればいいから。そう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 、ラジオ館の方で戦っていこう。じゃあ、お前に捧げる。お前に捧げる。ライコリ、ライコリ、はい、よし行きましょう。はい、じゃあ音符お願いします、はい。ライクリーに捧げるしっこぶるじゃんけんじゃんけんぽい。わあ、どうしよう。はい、いいよその迷い。いいよ、アイコ何回もの方がいいかなの迷いいらねえから。アイコーでふい。アイコーだ。アイコーでふい。残った。じゃあやね青木で、対マンしますので本当お願いします。しっこぶるじゃんけんじゃんけんぽい。ライコーでぽい。わかった。ようこそライコリ。あ、今日俺強いな。二人目のシコシコブルブルズでございます。ラジオリスナー愛しているよ、ありがとう。
ということでございました。3人も今回はですね、とりあえず本気で悲しそうな顔してるやつと無感情で手を叩いてるやつになっちゃった、ということでお別れのお時間です。引き続きユニオンメイトは頑張っていきましょうね。カビプロクラブお相手はあいれまこと道のねねみた青木ゆまでした。バイバイ、 バイバイ。この番組は DMM ゲームズテクロスの提供でお送りしました。神プロクラブアフタートーク、はい、本編終了後のアフタートークではこちらのミニコーナーをお届けします。リスナーからいただいたトークテーマで1分くらい喋って、その間に水野さんが下ネタを言うよというコーナーでございます。トークテーマ何かな。パラパパン、はい、パラパパン。ペンネームグッドオーバ ー, ー, バー。そう、誘い髪ブルーアイズバステロネコちゃんです。もう一個一個にポイントが入ってんだな。やったね、そういつもありがとう、はい、お題レインコート。はい、レインコートについて喋っていきましょう。レディーゴー。レインコートセックスありましたよ。え、ちょっと待って、あの私の出演している作品のアペンドでなんかすごいマニアックなのかな、レインコートセックスが好きなのか、うん、あのなんで1回言った後に2回目から伏せてくれたのあのロリキャラクターが雨の中レインコートを着て、裸で、それをいや裸にレインコートを着て、裸にレインコート主人公とまぐあうっていうちょっとなんか ね, ねニッチなシーン、ニッチなシーンありましたよ。それのシナリオライターとかってほんと発明家なんだな、うんうん、え、それは後々その何か入れたらその特集、うんうん、として出てくるの？特集として？なんかあのプレイした後にさ、うん、なんか組み込んだらさ、うん、あの服が全裸になるパターンとかあるじゃんか。ああ、いやただそのシーンが、そういうシナリオがある。もう本当にただうう、あのレインコート X が描きたいと、描きたいというすごいね、ライターの欲望。好きな人もいるんだろうけどさ、俺さ、うん、こういう話になるときいつも思うんだよ、少し潔癖だからさ、肌にチョコでレインコート着るの気持ち悪いんだよ。あーなんか着てるのは相手だから、うんうん、でもいや、で俺も嫌だよ。うん、いやそもそも雨降ってんの？雨降ってなんか嫌じゃん、泥とか跳ねそう。確かに雨で野外で山の中、うわーやだー、やだね、昼とかいいんじゃん。ということで多分1分は過ぎていますね。はい、ありがとうございます。レアな、何の話だった、レアなプレイの話ありがとうございます。はい、おしまい。はい、それではアフタートークはここまでです。カイプロクラブお相手はあやねまこと水野ななみと青木ゆまでした。バイバイ。